はい、文次郎山古墳にやってきました。中ちょっと入ってみましょうかね。爆薬古墳の横にね、石碑の測位置が置いてあるんだけど、それの場所がわかるかね。こうちょっと行ってみましょうかね。あら、みかんになってます。あれ、これ古墳の中やけど、これどうなってんの。あら、畑になってます。畑、これは歩けんかね。どっかここ歩くか、邪魔ならんとこ。これ畑になってますよ。中入れますかね、これ。うっそうと茂っとんだけど、どうや、入れないか。そっから入れるよ、横から。あれ、入れないな、これは。あらららら、これは入れないですか。ジャングルになってますね、ジャングルに。残念でございましたね。はい、横、反対側が入れんかね。これが砲墳が約48メーターぐらいあるって言うてんやけどね、今墳丘が残ってるんだ。そんなあの大きさじゃないんですわ。これ、これそうやんな。これはこの上に畑があるからね、個人の持ち物になってんかね。あれ、入るとこないね。これね、てっきり入ると思って来たんだけどね、入りそうないんですわ。これこの大きさやからね。で、横が旨味丘陵公園、横一本松古墳の後ろがね、もう下池になるけどね。そこ石はその下池のね、橋として使われたらしいけどね。で、それをね、工事するにあたって、爆薬古墳のあの公園ね、爆薬古墳の横にね、ベンチの石にね、横にね、ベンチにしてね、置いてたんですわ。あれ何度か言っとるけど、本当わからんなんだね。びっくりしましたわ。1500年ほど前の石がね、こんなんで、はい、入るとこありませんね。残念でございました。てっきりどっか入るとこあると思ってね。まあ、こう本場に48メートルないから、今墳丘残ってるのはどうやら25メーター、30メーターあるなしやからね。あの表示によると48メーターの砲墳地区になってるんだけど、寺戸古墳。あ、いや、文次郎山古墳やね、今ね。文次郎山古墳でございます。ちょうど旨味丘陵公園の外にありますんでね。入りませんでしたね。そこみんなね、その辺がトライしてはるけど、もうダメやね。はあ、入れません。はい、断念しました。ひょっとしてね、中石の石を取った跡が残ってるかもって来たんだけどね、残念でございました。ほら、いっぱいみかんなってますよ、これ。ほら、ここにも。ほら、柿は取られたか。はい、ここが一本松古墳でございます。池見えないか。見えないな。あの奥が滑り山古墳も見えないな。で、横はカリオンの丘ですけどね、全然見えないけど、あそこに駐車場見えるな。はい、そしたらそういうことでありがとうございました。残念でございました。見れませんでした。